三キャン号には、中国寝台に石玉婚によって作られた、通俗小説。北曹時代に実在した、明細版館である包み章と教格の活躍を描く、公安小説と、武教小説を合わせたような作品である。成実には、竜図公安、あるいは、包み公安と呼ばれる公安などの影響が見られる。また、湯が内容を若干改変した上、七キャンゴ儀を執筆している。 また、続編に、小語儀、俗小語儀なども制作されている。湯によって、タイトルが、七キャン五儀と変更されたのは、登場する強格として、南キャン、北キャン、総キャンを指して、三キャンとしているが、低兄弟の存在で実質が四人であることで、計算が合わない。そこで、地下、モグサトラ、陳中本の三人を加え、七キャンとしたため、実際、三や、 ごという数字は中国で寛用的に使われる数字であることからそう深い意味はない。物語前半は包み、章を主人公として彼の裁判を教託たちが手助けするエピソードが語られる。この部分は幽霊が無念を果たすため訴え出るだとか、ある人とある人の魂が入れ替わるなどと怪奇小説じみているが複雑な事件を 包み章が推理で解決するミステリーとして読めなくもない。中盤以後は、強格や小ギラがメインに活躍し、悪人を懲らしめるエピソードが語られる。しかし、物語は強格たちが集合し、常用を倒す相談をするところで唐突に終了。後のエピソードは、小語儀に収録されている。物語で活躍する教格たち。いずれも儀教心に厚く、立派な行いをする。 三キャンがあるいは、七キャンと一括りにされているが、全員が二兄弟であるとか特別のつながりはない。おちい空島に住む五人の教閣たちであり、義兄弟のちぎりを結んでいる。全員のあだ名に、ネズミがついていることから、五祖とも呼ばれる。キャンは、イタイアザないし艦隊で、政治は、教であるが、五官の霊所以降の会所で多く用いられているため、自主基本漢字では、 政治ではなく、キャンが採用されている。しかし、上記の翻訳漢本などでは、政治、三教語にが採用されている。史実での字は、キヒトマキシム、七キャン語にオフィシャルウェブサイト。ありがとうございます。